コエッキーです。はい、トヨです。そして、はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。よろしくお願いします。あーす、今日でね、はい、お願いします海賊団さんのコラボラストなんですけど、ラストですか。今も気づいたんですよ、ハッピーじゃないと思う。そうなんです。どうしたんですか。なんで今日の準備をしてたら忘れちゃいました。昨日がタビちゃんの撮影だったんで、そうでしょ、タビちゃんのカバンで行けば大丈夫だと思ったんですけど、タビちゃんよかったら俺ハッピー着てねえじゃんってことに。タビちゃんの衣装で着ればいいじゃん。タビちゃんの衣装を着たらわけわからない。普段は企画準備佐藤さんがやってるんですけど、今日佐藤さんいないんで、その分俺やったら自分の分を忘れちゃった。なるほど、すいません。まあこんな感じでね、はい、衣装を揃えると、はい、やり方 YouTube って大事なんですよ。なるほどなるほど。はい、じゃあそれもう一つ大事なのが、はい、コンビ仲。コンビ仲、大事。コンビ仲悪かったら、はいはい、もう続かない。みんな仲のいいコンビが見たいんだもん。そんなわけでね、お願いしますさんの方でよくやっている、はい、答え合わせましょう、ゲーム対決。はい、去年僕たちが最後にコラボしたお願いしますさんの企画なんですけど、はいはい、その時にはなんと対決企画やって僕が勝ってるんですよ、はい、こうやって負けた気がする、うん、だから悪いんでね、まあ、知らないです。前回も絶対同じ2人やってる気がする。絶対やってる。あれからもう何ヶ月か経ってますから、はいはい、改めて対決しようと思います。なるほど。ワンピースに関するあるお題をスタッフからいただくんで、はい、それに関連することを想像で書いて、はい、お互いが合えばいいんだよね、それぞれが。なるほどなるほど。コンビ仲ですね、だからね。そうです。で、合計15問あるそうです、はいはい、で多い方が勝ちと。やったー、ありました。皆さんも一緒に考えながら進めてください。負けたらどうなんですか、解散とかなんですか。重くないですか。もっとビシッと来なきゃ。ちょっと発表忘れてる場合じゃないよ。一つ疑問があって、はい、これだけホワイトボール雑魚くらいですか。あ、そんなことないですよね。ほら青いです。でもこの時点で揃ってないよ。じゃあマイナス1ポイントですね。なんでなんでなんで。揃ってないからマイナス1ポイント。俺のせいだろこれ。悲しいな。それではお題を発表させていただきます。はい、第1問、麦わらの一味といえば。わー、誰でいきます。書くよ、もう言ったことある。誰でいきます。相談答えやから。え、普通でんでしょ。じゃあ行くよ、はい、ここも簡単やろ。これ揃わけたもん。これはね、あがんわ。全員揃うんじゃないですか。あ、全員揃いたい。なるほど。せーの、はい、はい、いや、よかった。ルフィとブルックで迷ってんな。そこで、ここはね、はい、あー、1対1。第2問、はい、悪魔の実といえば。どれいきます。え、だから答えやから。何回やろ。どうしよう。じゃあどっちかに合わせよ。じゃあ俺。はい、わかりました。オッケー、そうです。どっちかに合わせればいいんだから。じゃあできました。はい、せーの、はい、アルバム。もう全員そうだ。おー、ここも簡単。まあここは、ちょっと表記ブレを起こしてましたけど。確かに。はい、海賊船といえば。おっと、おっ、ちょっと海賊船ってあの、え、何ですか。どういうんですか。いや、船は分かる。船は分かる。オッケー、もうこれしかない。あ、もうこれしかないじゃん。これしかないわ。大丈夫、これやわ。一人ずつ行きます。じゃあ、チームごといきますか。はい、じゃあ僕だから。はい、せーの、メリー。おっしゃ、おー、おっしゃ、おっしゃ、おー、なるほど。おっしゃ、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 すげえすげえ、おお、びっくりした。サビのサビで分かれた。いや、すげえすげえ。いや、すげえな。Kさんがだからどう行くのか分かんなかったから。まあこの新型と旧型の差でこうね、ここだろう、なんていう雰囲気の差があるね。そうですね。いや、そこじゃないじゃん。それでは第4問。はい。四皇といえば。そんな一人しかおらへんわ。四皇言うてるんだ。サビどうだったの。こっちよ、こっち、待って、こっちよ、こっち。あ、じゃあ俺やって。俺に合わせてくれ。こっちよ、だってこっち、こっち、こっち、こっち。これもう外れたらあかんわ、ほんまに。やってられん、やってられんわ。ちょっと待って、四皇だぜ。じゃあ今度そっちから。はい、行きますか。はい、せーの、ジャンク。そう、揃った、よかった。な、最近のあれって何やったんですか。なんかわかんない。じゃあやったやな。シャンクスって言ってた気はすんだね。なるほど、多めにね。あ、じゃあ僕らも行きましょうか。せーの、シャンクス。おー、ここは簡単か。ここは揃った。シャンクス大好きやからな。危ない危ない。お前簡単やな。五問目いきます。はい。白ひげ海賊団といえば。白ひげもあり。白ひげ海賊団員のみでお願いします。なるほど。船長の白ひげはなしなしね。それは一人しか。じゃあここしかないじゃん。どういうことだい？
本当に大丈夫？あ、待ってよ、二択出てきちゃった。だそうなの、だから多分。あー、終わった。白ひげ海賊団めちゃくちゃ参加おるからね。どうすんの？え、でも白ひげ海賊団なんで、結城氏ドーマとか含まれないでしょ。まあそうね。いや、そこら辺僕の中では出てきてないんで大丈夫です。俺は君の話に言ってるからね。何その逆を言うと。いや、そんなことを言ったって分かんないよ。これ100億パー合ってると思う。そんな自信あります？はい、まあ、だってそれは僕も分かるもん。じゃあ、せーの、ナムル。俺はそう、私も分かるなって。8番隊、8番隊。絶対この企画でここ以外の人書かないですもん。小屋ちゃんだけですよ、これ書くの。そう、だから最近ね、小屋ちゃん見た人はなんで会うのそれ。ここちょっと差をつけるチャンス。本当は違ったけど。いや、何本当は違ったって。せーの、マルコ。エース。わー、もうやる。解散だよ。すぐ解散する。うわ、だからここの普通ここの企画ぐらいですよね、だからね。やばい、やばい、一個差ついた。よっしゃ、やばい。海賊初心者はね、その二人が気がちですよね。初心者はしないで。第6問、海軍大将といえば。うわ、いっぱいいるやつ。いっぱいいるよ。合わへんと。でもあれでいいんじゃないかな。俺が好きなやつよ。今回合わせてやん。わかんないって。ちょっと待って。合わへんと思うけど。わかんない。これ合わない気がする。なんか、これでいける気がする。わかんないけど。いやー、ちょっと待ってよ。難しいな。ちょっと待って待って。やばいかも。待って、これはやばい。ここしかないやん。決まってるよ。でもここでいこうか。やっぱ YouTube 的には俺このキャラかなと思うんですよね。じゃあ、こちらからいきますか。こちらから、はい、行きましょう。せーので、坂月。おぉうそだろ。チャンスチャンス。それは YouTube 的な。それは YouTube 的な。めっちゃいじってきましたよ、僕らこのキザルを。いじりで言ったらこっちは相当いじってる。確かに確かに確かに。確かにだいぶバスターコールじゃけん言うの。まず広島駅前まで行って俺らもバスターコールじゃー。バスターコールじゃー。広島でーす。確かに確かに両方いじったな。ちょっとここでちょっと追いつかれるかもしれない。頼むよ頼む頼む。これだよ本当に。頼むよ。いくよ。せーの、はい、なる。あああいやだ、危ない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 。キザルよく言ってたじゃん、放心状態。めっちゃ歌う。そんなかけてた。絶望してるもん。絶望してたもん。あー終わった。やばいやばい、もうやばいぞこれは。よしよし、縮まんない縮まんない。1ポイントリードっすね。マジでやばいやばいやばい。ちょっと待って、2連敗はやばい。避けよう。第7問、はい、革命軍といえば。そんなん一人しかおらへんわ。簡単やろ。ちょろすぎ。ちょろちょろ。普通でいい？じゃあ普通でいいよ。普通でいこう。はい。ちょっと自信ない。せーの、はい、サボー。ちょっと待って、ちょっと待って。いやいや、だって革命軍といったら一番上の人書くでしょ。いやいや、一緒にフィギュアプロデュース。いや、そうだけど。だって革命軍といったらで言うから。えぇー、いやいや、切るな。相方を切るな。切り捨てるな。いや、俺だってそっちからと思ったけど、ケイさんの普通は分かんないんだよ。それはサボ書くけど、俺だってめっちゃおもろい。いや、サボかバニージョール悩んだもんな。そこでやばいぞ。裏を読みすぎだぞ。いやいや、ケイさん2ポイントリードですよ。ちょっと圧勝してまう。だんだん圧勝してまうぞ、このままじゃ。縮まんないよ、これ。第8問、少しずつ難易度が上がります。やばいやばい、ここから逆に、ここから。美女といえば。ああ、これはじゃあ来て、本当に合わせて。あ、オッケーオッケー。これは本当に合わせて。これはもう散々君が言ってるから、よかった。これチャンス問題、これチャンス問題。じゃあ僕らから行く。はい。せーの。ナミー。はい。オッケーオッケー。もういいって、そのくらい。ナミって書くために重曹言われてるわ。もう重曹駅もびっくりよ。重曹。重曹じゃん。大阪のね、重曹って駅がある。重曹。ああ、そういうことか。はい。はい。行くよ。せーの。ビビ。オッケー。ここコンビなんか試されるのね。ここはそうですね。ここは散々形成っていうか。危ない危ない。皆さんの美女誰ですか。ね。でワンピースめちゃくちゃ好きな人はなんかルフィが初めて美女って言ったアルビダで言うかもしれないし。確かに。で美女の代表のハンコックって言うかもしれない。確かに確かに。難しいよね。第9問、メガネキャラといえば。メガネキャラ。毎回覚えてと言えば。俺に合わせてきた東野を読み取った。え、どうしよう。ちょっとこれはちょっと。これはメガネ。ちょっと迷うんですよこれ。あれで。あれで迷うのよ。俺は裏を書いてこれ来ると思うんだよな。はいはい、どうぞ。いきます、せーの、
ミンゴ、ほらミンゴ。いやそのどこのラインなんだろうと思って。それメガネか。いやそれで確認したんですよ。でもノー返事だったんで。リアクションだったんでちょっと自己解釈させて。でも正解よ。なるほど。だってメガネずっとつけてる。いやー危なーい。じゃあちょっと信じてるよ本当に。はい。せーの。クラハ同伴だってですか。おい。よし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 。覚えてる。覚えてる。あんたさ、メガネキャラ昔ね、お願いしますけど、なんて書いてる自分。メガネキャラ。前回確実にあったでしょ。小山さん、これやるでしょって言って。知らんわ。あった。そうや。確かにあった。そうだ。あったか。あったか。メガネキャラといえば、4人でいきましょう。せーの、クロイ。全然違うやん。おーい、その映像、捏造ちゃうか。よしよしよし。なんでええやん、何が黒ハドール。いや、黒って書いてたんですけど、あ、これ、小池さん、黒ハドールで書いてくるかもな。ええー、そこはどうだ。そこは別に許容範囲で丸めやめちゃくちゃ迷ったから。最悪や。よし、1個縮まった。最悪や。やば。まだまだ、追いつこ、追いつこ。追いつこ、追いつこ。第10問、ルフィの技といえば。どうする。ちょっとこれはあれですか、ギアフォースとかそういうのは入ります。じゃあそれなしにする。そしたら揃うもんね、なんかね、なんとなく技名だけ、技名だけ、ね、技名のみです。え、小池さんどういう感じですか。え、どうしよう。いやもう、もう何も言えない。そう、もう それが全てです。なんか君がどこ行くかです。なんかですか。なんかかなんかかな。なんかか言うとしたらよくない。え、何何巻ぐらいかで言うとしたら。え、どうしよう。めっちゃ俺が好きな強いやつ書こう。何書くの。どうしたらいいんやろ。これ書きそうだな。これちょっと自信ゼロや。自信ゼロ。自信ゼロ。ゼロ。ゼロ。おお。じゃあ僕らから行く。はい。せーの。ピストル。うおお。すごい。マジで。すごい。え、なんでなんでなんで。いやー、なんか分からへんから原点回帰した。なるほど。僕ブラックマンパ書こうと思ってんけど、やめやめやめとこうと思って。ブラックマンパ。好きな技だ。すごい。すごいすごい。マジで。すごい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 、びっくりした。ちょっと待って、自信は全然ない。マジで。ダメかもしれない。これ来たんじゃない。ちょっと別々で行ってみる。一個ずつ別々で行く。いいよ、ケイさんから行って行くよ。はい、キングコング。おお、イヤホン。じゃあ高橋さんはキングコング。いや、なんか確かに言ってたイメージがあるんですよね。あとやっぱドフラミンゴを倒した技なんで。うわぁ、やばっ。おぉ、うわぁ、で今嬉しいな。危ない危ない、嬉しい。すごい。普通にゴムのピストちゃん負けるけどな。まあまあいいですよ、技で対決したらね。第11問、ワンピースの悪人といえば。お、あれだ。それは簡単やん。悪人やもんね、ボスじゃないんだもんね。悪人やから。ここで追いつこう一回。いや、これ追いつけないですね。これ僕ら合ってしまうんで。マジっすか。マジでそんな自信はない。これ合わないわけがないっす。そこまでいく。はい、余裕っす。なんかこれ外したら俺が悪いみたいな言ってことするよ。ちょっと俺ら。じゃあ我々からいきますか。はい、せーの、ドフラミンゴ。2回目。それくらい、それくらいっすか。ちょっと、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 よいしょ。おー。じゃあそっちの波打るみたいなもんですか。あー、なるほど。そこを一人ずつ行こうか。はい、じゃあ僕から行こうか。はい、ドフラミンゴ。おお。悪のカリスマなんでね、やっぱ。あれ、じゃあ次行きましょう。今なんか目、全然目開いてないから目開いてたけど。あ、俺だけ仲間外れみたいになるし、次行きましょう。え、これだってこれどころやろ。悪のね。スケールちっちゃくなった、急に。ちょっと待って。スケール急にちっちゃくなったよ。はい、次次、12問目や。あ、追いつかれました。追いついたんじゃない。やったー。追いついた。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。いいぞいいぞ。考えられんわ、お前。考えられんわ、今の外すのは。俺が考えられんわ。で、ドフラミンゴやり。ネズミは書かないでしょ。第12問、刀といえば。刀の名前を書くんですね。はい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 。待って、全然分からへん。どうすんの。刀といえばよ。簡単や。やっぱりあれじゃない。いや、わかんねえよ。え、どこ行くの。俺がじゃあ知ってる名前書いてよ。もうわかんねえよ。君がどこを知ってるかって。俺が知ってる名前にしてよ。もうどこを知ってんだ君は。刀ってなんか5本ぐらいは最低作中の覚えれません、読んでたら。いや、そのぐらいはね。ちょっと待って。はい、わかんねえ。これどういう出し方しますか。じゃあそのチーム小屋ちゃんから行く。行きましょうか。せーの、シューズ。あー、遅刻。刀っつったらね、いや
ね、でも、うん、確かに、ね、うちら帰国好きやし、帰国好きやし、ちょっとあかんと。じゃあいいっすか、はい、行くよ、せーの、おー、一文字まあ、これ難しかったな、難しかったな、これはしょうがないな、ちょっと長いからあんまり覚えられないから、強いじゃん、これ覚えてない説ありますけどね、それもあったあの多分和道までしか覚えてないんだろう、何もあったんだけど、でもやっぱね、こっからだ、また大丈夫、まだ同点、まだ同点なんで、まだ同点だから、同点って、あと3問第13問、はい、ワンピースの島といえば、そんなん簡単すぎるやろ、ほんまに余裕っすわ、ほんま分からへん、いやいや、どう考えても余裕、こういうことじゃないの、あ、そっち敵見合わせるよ、もう俺もわかんないよ、俺ってそんなカッコとしては俺あるここにカッコとした自分のアイデンティティーをそういうのってそうそう、俺のここってそんな君の中でイメージあるんだってオッケーオッケーオッケー、とりあえずこういうことじゃないの、君がそういうことを言うってことは、どうする、じゃあそちらからいきますか、はい、お願いします、はい、いきます、はい、せーの、ラーメル、おお、まあでもこういうことなんだろうなと思った、すごい、すごいな、来た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 、そういうこと、もうそういうことかなっていう、どういうこと、おお、これで揃うの気持ちいいな、ちょっと待って、これにあったとしても勝てないと思う、はいはいはい、ないない、そういうのない、せーの、どうぞそこで揃うそこで揃うそこで揃う最初と最後やから確かに差がありすぎる、すごい、でもワンピースは物語ってますねそうですね、第1話と本当にそこ最後めっちゃおもろいな、同等であった、じゃあ同等で合うの、アラバスタとかじゃないか、すげえ T シャツアピールしてたからなそういう手であったのでもなんか島といえばって言ったらラフテルちょっとなんか違うんだね、イメージが、そうそう、島についてないし、確かに分かんないですもんね、これね、もしかしたら島じゃないかもしれないじゃないですかまあ揃ったから、まあ揃ったから、まあまあそれ同点ということで、揃えばいいんだよ、揃えば、うわ、ちょっと今ドキドキしたな、今いやー、今の揃ったの嬉しいな、嬉しい嬉しい、第14問、はい、はい、和の国の侍といえば、ええー、ほう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 、もうこっちだよね、いや、わかんない、本当に大丈夫、じゃあ、こいつでいきますね、大丈夫だよね、はい、大丈夫、いやー、これ揃わへんと思うわ、俺え、マジで、はい、はい、じゃあ、僕だから、せーの、俺、あー、まあすごい、おお、おでん、早、下げんの早すぐ下げた、すぐ下げた、何このドラえもんみたいな表現漢字書けなかった感じがはい、はい、いくよ、せーの、おでん、おお、いいぞこれは一歩リード、よっしゃよっしゃ、リードだぞこれ、よしよしよし、これきた、いやこれ普通、おでん入れてなんぼちゃうんかこれ僕金やもんか川松か勘十郎で迷ってたそこ、いやいやおでんっていう選択肢がなかった、そうでしょ、よっしゃ、これ次取ったら俺勝つよ、もう勝つよ、おでんだって大名やからいきなり俺ら劣勢になってるちょっとまだ2点、まだ分からないから揃えなきゃね、これ2点に昇進、ダメですダメです、これ2点に昇進できません、なんでなんでできません、ちょっと塩塩塩これだ、揃ったら次で、あ、なるほどなるほど、わかりました、わかりました、最終問題、はい、第15問、ワンピースといえば何編、うーん、そんな個人の好みだわ、これ揃ったらもうでももう完璧な勝利だよ、ケイさん、オッケーオッケーオッケー、待って、はい、どこどこどこ、待ってどこよ、君に合わせるしかない、そう、早くやって早くやって早くやって、煽んないで煽んないで早く、じゃあ合わせてくれ、もう君のは分からないから俺に合わせてくれ、君どこ書くの、早く早く早く、ここしかないよ、ちょっと合わせてくれ、はい、書いたから俺は、ドキドキするこれ、ほんと君に合わせるけど合ってるか分からん、これは僕らから、はい、でもこれ僕ら外したら負け確定っすよ、合ってほしいじゃん、合ってほしい、マジかマジかマジか、合ってほしい、行きましょうか、はい、せーの、イーストブルー、おっしゃ、おー、マジで、え、すごい、やった、おっしゃ、やばい、マジで、おっしゃ、おっしゃ、マジで、ちょっと待って、やったー、じゃあ、ここ俺ら外したらサドンデス、俺も実質勝ちでいい、でもこれ勝ちじゃない、勝ちじゃない、勝利した、やったやったやった、やったやった、まだまだまだ、まあ俺に合わせてよ、俺ケイさんに合わせてよ、行くよ、じゃあ、せーの、グラスロード、いや、とったドフラミンゴ禁止やわ、次が、なるほど、ドフラミンゴ関連のワード禁止や、困ったらドフラミンゴにしようみたいな、そう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 、ダメだわ、やりましたか、団合疑惑、やった最悪だ、負けたやったリベンジを果たされたから、よし、リベンジしましたよ、これリベンジしましたよ、いやー、面白かったな、あなかなかすごかったっすね、コンビ感で揃って分かれるのがすごかった、揃ったね、ねえ、気持ちよかった、皆さんはどれぐらい揃いましたか、メガネのあれやな、ナビやな、コメント欄
ぜひ教えてください。今日の動画面白かったよって人今すぐ高評価をしててください。シャーウ高評価これ何以上で付き合うんですか。30少な。すぐやりたい人もう明日すぐやる感じやる。最高評価を方々お願いします。とコラボするんで押してください。さあ僕たち向こうのチャンネルもゲスト出演します。はい、見に行ってください。はい、それではせよー、バーイ。もう諦めたなんて言わない。君と約束し、今日も一日お疲れ様です。こよちゃんクルーのお待ちかね。 Twitter、LINE アットもやってるよ。絶対フォロー、チャンネル登録してね。お風呂の前はこやっきーチャンネル。